こんにちは、ドイツロマンチック街道アンバサダーのけいこです。今日はノイシュヴァンシュタイン城の絶景6000をお届けします。まずはこちら、おなじみマリエン橋からの眺めです。実はこのマリエン橋は現在修復工事のため通れないようになっているのですが、2022年の秋にはまた通れるようになるということで、このノイシュヴァンシュタイン城の顔がまた見られる日も近いと楽しみに待っています。現在のマリエン橋はルードヴィヒ2世がノイシュヴァンシュタイン城建設のために1866年に架けさせたものが今でも残っているんです。修復も必要になりますよね。次はマリエン橋のバス停からすぐ近くのこの2箇所、実はこの絶景ポイントをご存知の方はとっても少ないんです。私の秘密の場所でもあります。3番目はこちらです。徒歩や馬車で上がってくるとこの場所にたどり着くんですが、場所取りが大変なのでぜひ頑張って並んで写真を撮ってくださいね。さあ次はお城の敷地内からの眺めです。こちらはチケットを持っていないと入れない場所なんですけれども、お城の中庭の眺め、それからツアーが終わった後のバルコニーからのホーエンシュヴァンガウ城、アルプ湖、マリエン橋の絶景もぜひお忘れなくお楽しみください。雪山をバックに見るノイシュヴァンシュタイン城とホーエンシュヴァンガウ城も穴場なんです。ぜひアルプ湖のハイキングコースを少し歩いてみてくださいね。そして6番目はこのテーゲル山に登るロープウェイからの眺めです。ノイシュヴァンシュタイン城から歩いて約30分ほどでテーゲル山のロープウェイ乗り場にたどり着くことができます。ロープウェイに乗るときには進行方向右手の後ろ側に乗るとこの景色を楽しむことができます。下りのときはもちろん進行方向左手の前方に乗ってくださいね。ノイシュヴァンシュタイン城がしっかり見て取ることができますし、アルプ湖、それからホーエンシュヴァンガウ城も同時に見ることができます。素敵な眺めですね。いかがだったでしょうか。今日はノイシュヴァンシュタイン城の絶景ポイント6000をお届けいたしました。これからもドイツロマンチック街道のアンバサダーとしてロマンチック街道の魅力をたっぷりとお届けしていきたいと思います。チャンネル登録やいいね、コメントなどで応援していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。